それでは皆さん、フォルテの皆さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。赤いところにズームすぎて結構先ほどね、MC にもちょっと言ってもらったんですけど、ちょっとそういうの言わないでください。私たち、いちご姉妹ギークスパエットフォレット花澤里奈でタッグを組み、フォルテという新しいアイドルユニットを作ってしまいました。イエーイ。皆さんにフォルテから挨拶をさせていただきたいと思います。はじめまして。私たち強く奏でるフォルテです。よろしくお願いします。はい、フォルテのリーダーゆばりです。はい、まなつです。よろしくお願いします。はい、りなちです。よろしくお願いします。はい、ありりです。よろしくお願いします。はい、あかりです。よろしくお願いします。ちょっと窓のちっちゃい明かりちゃんだけずば抜けてでかい状態になってしまっている。この状態でも声が入ってるんだけどすごいことになっちゃってるな。まあまあまあ、行っちゃってもいいのかな。大丈夫でしょうか。ちょっとね、一応いちご姉妹ギークストアフォルテを兼用しているうちの社長が頑張って今 PA やってるんで、はい、ね、ちょっと今ねハウリング起こしてキーンってなってますけど、みんな我慢してください。乗り越えていくんで、はい、大丈夫そうですかね。お、大丈夫ですか。ステージ上でマイク確認をしておいて大物の予感がありますね。大丈夫そうかな、いいのかな。じゃあ、とりあえず1曲目の説明を、はい、リナチからお願いします。はい、はい、1曲目はですね、このここにあかり、ゆかり、アリリン、アーチュン、マナチの5人でお送りしたいと思います。曲はですね、皆さん大人気のあの曲となっております。はい、彼に舞い踊るこの5人の姿はまるで桜の花びらのようでございます。はい、そうですね、はい、今日はね、秋なんですけど、皆さんに、はい、桜の花をお送りいたしたいと思います。それでは聴いてください。千本桜。Yeah.
の曲の準備を。大丈夫そうですかね。次からはね、はい、このねフォルテでしかできないんじゃないか、面白いフォルテでしかできないんじゃないかという面白い企画をしまして、フォルテで分かれてデュエットを組んでしまいました。なんだってなんだって3組続けてデュエットを披露させていただきたいと思います。で、1組目がマナチとミナチ、ミナチでーす。サムソン本曲です。やらせていただきたいと思いますので、じゃあお二人から説明をお願いします。はい、大丈夫、ありがとうございます。はい、じゃあリナチとハナチでコンビを組んで、これからマナイト伝説を皆さんしてると思います。聞いていただきたいと思います。はい、盛り上がっていきましょう。そうですね、盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください。愛のシナリオ。
ラチュンとゆかりコンビは終了となります。で、次の3組目なんですが、もうね、ホルテの期待の2人組、歌姫なんで、そう、全く聞いてくれて、ハードル上げてるのに全く聞いてくれてないんですけど、歌姫の2人が登場してくれるので、はい、あ、なんかちょっと暗くなってきたね。さっきまで晴れてたけど、今日は曇り予報みたいですけど、皆さん元気が足りないから曇ってきたんじゃないですか？そんなことない。でもっと元気出せば晴れるかもしれないから、もっと次、はい、3組目なんで、もっと頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。あ、OK かな？来ました。お帰りなさい。ただいまーす。ただいまーす。いっぱいいっぱいね。それではお二人お願いします。はい、はい、ということで、はい、私たちがね、はい、とても可愛い曲を寄せてやりたいと思います。はい、でこれでデュエットは終了となるのですが、ぜひぜひ皆さんもっともっと盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、キャットフード。Oh,
歌わせていただく曲はアニメラブライブからストーンハレーションという曲をカバーさせていただきたいと思います。はい、みんな準備はいいかな。はい、はい、OK、じゃあホルテの最後の舞台ぜひ皆さん見ていてください。Thank you.
喋るな。あ、大丈夫ですか。コルテプラスギークスプラス MC をやらせていただいてるんですけども、35分から金沢里奈さんのライブが今度始まりますので、コルテではなく、リナチの金沢里奈のライブが始まりますので、皆さんどこにも行かず、ここで彼女の歌声を聴いてください。まだね、時間ちょっとあるから、その間、物販まだやっております。ギークスの物販も常時やっておりますので、皆さんぜひぜひご覧ください。ではもう少しお待ちください。